静岡県から関東南部にかけては今日も引き続き土砂災害に警戒が必要です。静岡県熱海市からいただいたリポートです。空に雲が広がっていますけれども、ポツポツパラパラといった雨が降り始めているといった報告をいただいております。このように雨の降り方は昨日ほどではなく弱いといった状況ですが、土砂災害の危険度引き続き高いままという状況になっています。土の中の水分量を見ていきますと、昨日までに降った雨によって地盤がかなり緩んでいるといった状況です。特に静岡県東部や神奈川県西部で非常に地盤が緩んでいるといった状況がわかります。この後の雨の降り方を見ていきますと、梅雨前線の影響によって東日本、静岡県から関東南部にかけては弱いながらも降ったりやんだりを繰り返します。今日一日雨が降り続くと言っていいかと思います。昨日ほどではないんですけれども、今日も引き続き雨が降りますので、少しの雨でも土砂災害が引き起こされる可能性があります。引き続き土砂災害注意ということなんですが、土砂災害、雨が止んでも雨の降り方が弱くなっても遅れて大規模な土砂災害が発生する恐れもあります。危険なところにはあらかじめ近づかないといった対策が今日も必要です。